はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録が無駄なことはぜひチャンネル登録かと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、ボロスアグロということで、今回ねちょっと使ってみたかったのがこいつですね。証拠の巨匠ということで、2マナ11の2段攻撃、証拠の巨匠があなたがコントロールしている呪文の対象になった、なるたび、これは、防御するでよかったですかね。はい。ちょっと漢字が怪しいですけども、その防御が、クリーチャーが防御するなら、あなたはカード1枚引き、その後カード1枚を捨てる。あなたが土地でないカードを捨てたら、そのクリーチャーの上にプラ1カウンターを1個置くと。はい。この呪文ですよね、導きの声と農家の勇気、ここら辺を唱えて防御で、土地以外捨てた時33になると、一気に打点が6になると、はい、さらにそれが2枚使ったり、この故郷の野心家とかでカウンターのしていくと、とんでもない攻撃力になって、さらに天使日の覚醒でトランプルハンコンがついてもう手に負えないっていう感じの動きを期待したデッキです。はい、さあそれではね早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ、マリガン。はい、キープします。とりあえずここはいらないかな。ターン終了。一点突破で行くのはでもやっぱ難しいかな。さあ、証拠の巨匠。しない。さあ、農家の勇気、カードを引いてカードを捨てる。もう一丁カードを引いて、もうこいつはいらんか。さあ、アタック。さあ、55なかなか強いぞ、二段攻撃。もう最高のカード引きましたね。天使日の覚醒。もはやエンバレスの封建っすね。さあ、アタック。破壊不能ついてきましたけど、トランプルがね強いね。さらにハンコンついてるのがやばい。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手先行で
まあ、これはキープですね。さあ熊野と活火山の退治出して、まあ次高級の野心家出して三々、三々ちょっと微妙な気もするけど、普通に焼かれそうで嫌だね。まあそれでも出さんとしゃあない。だからここで生きて帰ってくると急に化ける。天下厳しいな。天使火の覚醒を引いてほしいところではあるね、こうなるとね。さあちょっと面白い感じにはなってきたか。難しいな。アタック、ターン終了。さあ殴ってこなかったね、殴ってこなかったね。下神で考えると何点まである？ 7 点か。あー8点まであったな。しまったな。あ、大丈夫か。殴ろう。大ブロックだったらもう関係ないね。さあ将校の巨匠、うん、殴ってからかな。殴ってからだけど、ちょっと待てよ。さあアタック。マカタンはなかなかこの重獣は対処できんでしょう。アタック、ターン終了。まあ、あと天使火の覚醒待ちだね。なんと、サタック、
おお、そうだね。下髪持ってましたね、そういえば。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、それでは7枚でキープします。さあ、熊野と活火山の体重出してターン終了。さあ、次のターン、皇居の野心家を33にして、おお、向こうもでかそうだなと。どっちがでかくなれるか。向こうも速そうだね、でかさで言うと。殴り合いでいくか、アタック。まさかブロックしてくると思わんかった。まあ、まだいるということですかね。なかなか厄介だけど。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。有望な信徒。隠し幕か。さあ、皇居の野心家。まあ、こうでいいか。はい。隠し幕硬いね。天使日の覚醒。さあ、アタック。
変身してきましたね。さあ、精鋭呪文縛り。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手先行7枚でキープ。さあ、熊野と活火山の対峙。これ難しいね。こっちで行きたい気もするんだけど、どうだろうか。まあいいか。はい。さあ、証拠の巨匠。うん。さあ、有望な信徒と高教の野心家。さあ、アタック。さあ、ブロックしない。さあ、アタック。さあ、このままもう押しつぶしたいですね。さあ、原初の敵対者。うん。お、殴ってきますか。さあ、3体でアタック。これフルパンしとけばよかったか。はい、対戦ありがとうございました。
さあ7枚でキープ。よろしく。さあ有望なシントからいきましょう。さあ攻撃王の野心かどっちにカウンター乗せる問題ですねこれね。山出して攻撃王の野心か、これは有望なシントに乗せましょう。アタック。おお、プリズマリの命令か。厳しいな。厳しいが。呪文縛りでハンド見ていきましょうか、とりあえずね。おお、難しいな。間に合わんなこれは。どうだろう。黄金化のドラゴンが来て殴ってくる。家の焼き払いが効かないサイズまでしてしまうべきかどうかだね、これね。どうするどうする。殴る6点。ただ向こう家の焼き払いしてくるかね。黄金化出てる状態で。まあ、それに対して強いの構えとくか。さあ、アタック。ターン終了。これで撃ってくるか。さすがに撃ってくるか。まあ撃ってくるわな。さあアタック。さあもう一回殴らせてもらえますかね。
おとなしく殴らせてほしいな、これは。火力ありますか。サタック。こうなると非常にきついね。お、まさか殴ってきますか、これ。お相手ちょっと焦りましたね。まあ、どっちでも別にいいのか。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ボロスアグロということで、はい、まあちょっとあんまりね、証拠の巨匠かなり試合数やったんですけど、あんまりちょっとひいい感じでは引いてくれなかったんで、多分活躍したの1回くらいかな。でも出た時ね、やっぱ強いね、爆発力がすごかった。もうここら辺で強化し始めるとパンチ力すごい。さらにこの天使日の覚醒で、ね、トランプルつくともう手に負えない感じですね。宝剣握った、さらにハンコンついた、とんでもない化け物が出てくるなっていう感じでしたね。はい、まあまだね、こうちょっといろんな形あると思うんで、試しながら良さげな形探っていきたいなと思います。はい、まあそんな感じで、今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。